4日目の朝は、昨日よりも早いのであります。青森を、6時15分に発車する、津軽線の列車で、終点の上多摩で乗車します。701系電車がやってまいりました。この電車に乗る18キッパーの方々も多く、皆さん北海道に向かわれるようであります。18キッパーが北海道に上陸することは、最近では困難なことになってきております。かつては普通列車で青函トンネルを通れたものの、今では北海道新幹線が開通して、青函トンネルを通っているため、18キップで乗れる在来線の旅客列車は、めっきりなくなってしまいました。それに伴って、18キップ専用の、北海道新幹線に安く乗って、青函トンネルを抜けられる、オプション券が発売されており、それが、18キッパーの青函トンネル通過の手段であるのですが、この切符は青函トンネルの両端の駅、津軽二俣、木古内間のみの仕様となっており、木古内からは道南いさりぎ鉄道では戸建てに向かうことが強いられます。道南いさりぎ鉄道に乗る権利も、このオプション券に含まれるのでそれはいいのですが、そうするとオプ主の場合、残りわずかの日数で北海道の幅広い範囲を楽しめなくなってしまいます。というわけで、今回は津軽二俣に到着後、18切符は一旦使用中止しまして、別途料金を払って新幹線と特急に乗車します。新函館北斗まで新幹線で向かった特急で八雲という駅まで向かいます。そこから18切符の旅を再開したいと思います。さて、上田駅に到着。この駅で乗り換え、新幹線との接続駅津軽二俣駅まで向かいます。すでに反対側に停車しておりました。雨が降っていますので、さっさと車内へ入ります。越後線以来の国鉄ボックスシートですね。この車内も北海道に入ったら散々見ることになるのでしょうが、ホームにはこれまた太宰治の小説津軽に出てくる一文が書かれたものが置かれておりました。上田ってのは風の街だということでありますが、今日は雨で冷たい風も若干強く、なるほど確かに風の街であります。スーパー白鳥が走っていた頃は、上田の次の駅、中尾組から海峡線が分岐して、青函トンネルへと至りましたが、今では津軽線の単線が、ポツンと敷かれてあるのみです。しかしこの感じもまた良いものですね。車内にも人はほとんど見られず、この状態が今の期間全国で見られれば、ウプ主としては嬉しいのでありますが、まあみんな鉄道旅を楽しみたいですから、仕方ありません。とりあえず、この雨の中走る津軽線の車窓から、田園をゆったりと楽しませていただきましょう。右側には海峡線の線路が見えております。ここから津軽今別の方へ、線路が分岐していきます。今ではこの先、新幹線の線路が敷かれており、そこに繋がるのであります。あれが北海道新幹線です。初めてこの目で確かめました。こちらでは海峡線がだんだん高さを増しております。高架線になって、青函トンネルに入れる高さにまで上昇します。ちょうど貨物列車が見えました。EH500 型です。金太郎という愛称で親しまれる車両です。二車体連結型の特徴的な硬直油電気機関車です。列車は山あいをどんどん突っ切って走っております。本州最北端を目指していくほど、地形も天候も激しくなっているように思います。国鉄型の車両は、その重々しさが列車の揺れの軽減に貢献していて、やはり乗るのが楽しいものです。新幹線の効果が再び見えたところで、列車は津軽二俣駅に到着します。新幹線は奥津軽今別となっており、異なる駅名ですが、ここが新在接続駅です。ここが津軽二俣駅です。新幹線の接続駅とは思えないような、一面一線のホームですが、そもそも津軽今別駅が、旅客のために設けられたというよりは、鉄道の制度上設けられたといった方がいいのであって、ここもたまたま駅が近かったので、接続駅になったということなのであります。よって、奥津軽今別駅と津軽二俣駅を行き来するのに、若干の距離があります。そして駅前はこんな感じで、利用客は少なそうです。
先ほどの話に戻りますと、この奥津軽今別駅は、鉄道の制度上の都合で設けられたものであります。この駅は、青函トンネル内に存在する、二つの海底駅と同じ性質を持っており、つまり、非常時において使用できる駅か何かを、一定間隔で置かなければならないために、この駅があるのだと言えます。この駅の東京型の隣は、新青森駅で、海底駅との距離が長いです。奥津軽今別駅がなかったとすると、上りの列車がトンネル内で非常事態にあった際、海底駅か新青森駅に避難することになりますが、海底駅を過ぎている場合や、火災の発生などの場合では、トンネルを出て新青森に至るまでに時間がかかってしまいます。なのでこの駅を設けることは、非常時にとても役立つものと思われます。なのでこの駅が利用客が少なくとも、なくなりはしないのであります。にしてはとても綺麗な駅ですがね、ここは本州で唯一の、JR 北海道が管轄する駅だということで、張り切って作られたのでしょうか。人も少ない上に、このような綺麗な駅に滞在できるのは、個人的には居心地も良くて、ありがたい次第ですけどね。青函トンネルの入り口はわかりにくくて、下りは本物の前に、4個ほどのトンネルが連続で現れ、寝台特急なんかでも、夜でいつ青函トンネルに入ったかわかりにくいですから、その手前の短いトンネルを頼りに、数えながら青函トンネル入りを楽しんだのでした。新幹線改札までの階段は結構長くて、1階は上りましたが、2階目は誰も使っていないエレベーターを、使わせてもらいます。乗り口と反対側のドアが開きます。エレベーターからの眺めもいいですね。この駅はなかなか楽しめそうです。まあ人が少ないからなんですけどね。そのビル広い通路にも人の気配がありません。貨物列車を発見したのですぐさま取ります。貨物列車は新幹線の駅構内を走ることはなく、駅の脇にある貨物線を通るようです。見れば反対からも貨物列車が来てました。貨物は通る頻度が高いようですね。中尾にでも見れましたから。下を見れば、単線非電化の津軽線も見れます。列車が通ってくれれば家になりそうですが、時刻表を見る限り、今回は取れなさそうです。駅で通過待ちをする貨物列車は、外側の対比線で停車します。さらに外側の対比線には、その対比線もまた存在しております。横に見ればかなりの本数の線路があります。もともと海峡線の津軽今別駅があった場所ですが、東北の駅100線にも選ばれておりました。この駅も、JR 北海道が管轄していました。もともと新津軽二俣信号場として開設するようでしたが、地元の方々の要望により、旅客駅化しました。そして今では奥津軽今別駅となりましたが、青函トンネル保守車両用の車両基地は今でもここにあります。結構貨物列車を見るのに夢中になっていましたが、そろそろホームの方も見ておきたいので、改札を通りましょうか。これにて、18切符は一旦使用を中止ということになり、また、今週の、18切符の旅もこれで終わりです。こうして行ってみると、ここまで来たことにしみじみといたします。まだあと15分くらいはありますね。登ってくるのも長いように、ホームに降りていくのもまた長いのです。意外と短かったですね。ここが新幹線ホームです。北海道の駅という感じで、防寒対策は万全です。駅名標が、北海道のライトグリーンで、なかなかかっこいいです。安全柵から離れてお待ちください。停車駅は終着新函館北斗までの各駅です。乗車するのは早手93号です。今時早手なんて珍しいですね。ついにやってきました。この列車がウプ主を北海道へと導いてくれるのですね。北海道新幹線楽しませていただきます。
号だったんで、名前が残るようにして遺跡を購入しております。マープ主は今まではヤブサ号に乗ったことがなく、ハヤテ号しか乗ったことがないんですがね。この列車は盛岡からの列車ということですが、盛岡、新函館北斗間をおよそ2時間で結んでおります。そう考えるとやはり新幹線は早いですね。それから今日まで在来線普通列車を乗り継いでいたので、いかに新幹線の乗り心地が良いか、身に染みてわかりますね。加速も良ければ静かさも段違いです。新幹線に乗った時は、高速運転を期待して車窓を眺めるものですが、これから青函トンネルに入るこの列車は、あまり速度を出しません。せいぜい時速、160キロといったところでしょうか。これはトンネル内に貨物列車が走っているために、すれ違いざまの風圧を、考慮しなければならないためです。なので現時点では、北海道入りするのに、新幹線にしては所要時間がかかっております。しかし近々、貨物列車はトンネルを通らなくなるとの話もあるようで、それによって新幹線がトンネル内でも高速運転できるようになるようです。貨物列車はどうなるのかよくわからないのですが、新幹線車両による貨物輸送計画は、なされるのでしょうか。93号をご利用くださいまして、ありがとうございます。お休みのところを失礼いたしまして、終点の新函館北斗から先の切符のご案内をいたします。本日、お手元の切符、終点の新函館北斗まででお持ちのお客様で、さらにその先、乗り継ぎをご検討のお客様、ただいまご乗車の早手号の車内におきましても、その先の切符を乗車券が必要です。その他特急券をご希望のお客様、車内にてご用意いたします。特急券は自由席の特急券のみとなります。特急列車の指定席をご希望のお客様は、駅の緑の窓口やお乗り継ぎいただいた特急列車の車掌へ空いている席の状況をご確認ください。車掌はこれより9号車、10号車へお伺いいたしました後、折り返し1号車方面へお伺いいたします。切符ご利用のお客様はお手元の切符をご用意の上、ご近くを通りました車掌までどうぞお気軽にお声をおかけください。青函トンネルに入りました。入るタイミングはトンネルの数に注意していないと本当に分かりにくいです。入った時に下り坂かどうかというのも一つの目安でしょうか。海底駅を通過。青函トンネルの海底駅は本州側のタッピ海底駅と北海道側の吉岡海底駅がありますが、現在ではどちらも一般営業はしておらず、見学会や非常時のみ使用できます。そしてせわしないですが、北海道に出てきました。本旅の記念すべき瞬間であります。オッツガルと同じような信号場が北海道側のトンネル口のすぐそばにもあります。湯の里尻内信号場です。ここは旅客駅としては開業しておりません。もうちょっと先に行くと木古内駅があります。ところで、E5 系の窓は歪んでいるようなのですが、500系の車窓と同じような感覚を覚えます。E5 系も乗っていて酔ってしまうという声をたまに聞くのですが、おそらくこの歪んだ窓が原因でしょう。Ladies and gentlemen, we will soon enter Bristol County, Kingston. After
なお、この放送をもちまして、先ほどよりお伺いをしておりました切符の販売を終了いたします。新函館北斗駅から先の切符につきましては、終点の新函館北斗駅、券売機にてお求めください。まもなく機構内、お出口は左側です。18切符のオプション券を使っておられる方は、この駅で降りて、道南江里美鉄道で函館を目指すことになります。木古内駅も第3セクター化した道南江里美鉄道が通っていますが、かつては寝台特急が来ていた重要な駅でありました。木古内を出てからは、新幹線らしい車窓を眺められます。整備新幹線の最高時速、260キロでは走ります。彼方に見えるのは函館山でしょうか。曇っていてよくわかりませんが、北海道新幹線の車窓でも、見どころの区間であります。まもなく、終点、新函館港。函館線は、忘れ物の内容をお支度ください。本日も北海道新幹線をご利用くださいましてありがとうございました。 Ladies and gentlemen, we will arrive at the 新函館北斗駅 in a few minutes. Passengers changing to the 函館 line, please transfer to the station. Please be sure to take all your belongings with you.ご乗車ありがとうございました。まもなく終点新函館北斗、お出口は左側12番線の到着です。降りの際お忘れ物なさいませんようお支度ください。在来線お乗り換え列車ご案内いたします。乗り降格函館の順に止まります。特急スーパーホップ2号函館行きは2番線9時14分同じく五稜郭函館の順に止まります。快速函館ライダー函館行きは1番線9時18分函館まで各駅に止まります。普通列車函館行きは3番線9時23分おしゃまんべ東室蘭苫小牧南千歳方面特急スーパー北斗5号札幌行き3番線9時15分です。なお函館方面おいでのお客様、特急列車ご乗車の際には特急券別に必要となりますので、乗車券のみでご利用の際には快速函館ライナーや普通列車函館行きをご利用ください。また特急列車スーパー北斗号では車内販売はございません。食べ物や飲み物等をお求めの際には駅売店をご利用ください。新函館北斗ホームに降りましたら上の階へお進みください。2階へお進みいただきますと新幹線改札出口、在来線乗り換え改札口がございます。なおこちらの2つの改札口を正面に見据えていただきますと背中側に売店がございます。特に札幌行きのスーパー北斗5号をご利用のお客様、こちらの発車番線3番線ホーム側には売店はございませんので、食べ物や飲み物等をお求めの際には2階の改札口を抜ける手前側にございます。こちらの売店をご利用ください。
本日も北海道新幹線をご利用くださいましてありがとうございました。またのご利用をお待ちしております。この先も素敵なご旅行をお楽しみください。非常に丁寧な JR 北海道の車掌さんのおかげでこの旅も一層楽しいものとなりました。本当にありがとうございました。ではでは、降りて特急列車に乗り換えます。思っていたより人が多くて驚きました。車内がガラガラだったので駅にも人はあまりいないだろうと思っていたのですが、よく考えてみればまだ朝が始まったばかりなのでこれから出かけられる方が多いのでしょうか。では今回はこんなところで終わりにさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。次回は特急列車編です。18切符も再び使用を開始して札幌、旭川を目指します。